っておきたい、美術の用語。今回はピクチャレスクについて解説するぜ。うい、ピクチャレスクは絵のように美しい、という意味の英語だ。当時のイギリスにおける、絵画、景観、庭園などの美を表す言葉として流行したんだ。一体どんなものなの？我々が生きる自然界では、まるで現実とは思えないような風景があるはずだ。そのようなものをピクチャレスクな風景って言うぜ。現代で言う、インスタ映えする風景ってことかな？どのような風景をピクチャレスクというかは各人若干見解は異なるんだが、主に不規則なもの、荒々しいものが好まれる傾向にあった。この価値観はそのまま庭園にも反映されていると言っていいだろう。左右対称、人の手が加えられ整った庭園をフランス式庭園、左右非対称、木々の群れを残した庭園をイギリス式庭園というようにな。ふむふむ、なんか言いたいことはわかるような気がするわ。起源となったのはバロック期を代表するフランス人画家、クロード・ロランの風景画だ。イギリスの人々はグランドツアーでロランの風景画に出会い、その崇高な景色に感嘆としたんだぜ。イギリスから旅に出る旅行者の間で流行したアイテムに、クロードグラスというものがある。これを通して景色を見てみると、まさにロランが描いたようなセピア調の風景が楽しめるんだ。おお、なんかいいわね。この流行現象はイギリスの風景画家の構図法に大きな影響を与えた。かの19世紀を代表するイギリス人風景画家、ジョン・コンスタブルやウィリアム・ターナーも、彼の影響を受けているのがわかる。風景画家たちはそれこそ絵になる風景を求めて旅し、それをスケッチに収めたんだぜ。ロマン主義の画家たちに影響を与えるなんて、クロード・ロランって本当にすごかったのね。そしてこの絵になる景色を求めて旅をするっていうのが、さらにその後の風景画のあり方に影響を与えることとなる。それまでの画家が描いていた風景は、ロランも含め想像した理想化された風景を屋内で描くのが主流だった。これがロマン主義的時代になると、風景画家たちは屋外に出て絵画を描くようになる。戸外に出て風景を見たターナーやコンスタブルは、光や移り変わる時間に注目し、それを絵の中に収めようとした。印象主義の時代になるとチューブ入り絵の具の発明もあって、画家たちはこぞって外に出てその風景を絵に収めたんだぜ。外に出て見てみるっていうのが、新たなインスピレーションにつながったのね。てなわけで今回はピクチャレスクについて解説させていただいた。このシリーズではこんな感じで、美術を楽しむ上で知っておきたい用語を解説していく。これを視聴していろいろ覚えてくれたら嬉しいんだぜ。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。そんじゃ。ご視聴、ありがとうございました。